みなさんこんにちは、母です。ローズです。すごかったねわー、すごいわ。ちょっとね、まあ神回というね、今田さんの話もあったけど、まあまあぶっちゃけな話言いますよ。あの、圭一の見どころはなかったそうなんだよな。今回は圭一ではなかった、うん、ずっとね、かっこいいバチェラーとして成長してて、優しさがっていうのが結構フォーカスだったんですけど、今回圭一本当にいたかどうかももう分かんない、うん、っていうぐらい女性陣がね、すごかったね。いや、すごかったね。なんか、今回本当にみんなそれぞれの魅力がてか、ぐっと女の子いいよね、いい、すごく本当に。なんかみんなそれぞれ自分の価値観を持っていて、うん、みんなそれぞれなんかそのなんとなくの価値観じゃなくて、ここまでは自分で行こうよっていう、なんかみんながなんかあるじゃん、うん。まあ、ちょっとさ、喋りたいこといっぱいあるんだけど、俺最初気になっててさ、うん、まず愛車さんと浅井川さんがデートしてた、うんうん、で、なんか初めての、まあ、ある種二人きりのデートでさ、うん、プールでね、うん、なんかいい感じだったわけ、うん。なんだっけ、なんか会話してる途中にさ、ローズがね、突然言ったの。ああ、これハーフ界ではないなっていうなんか、そうそう、ハーフ界隈のなんかあるんでしょ。ハーフ界っていうか、まあ、そう、ハーフ界でないだろうなって思ったのよ、ハーフ的に言うと。だってね、その何、二人でジップラインも行ってさ、うん、まあちょっとね、あのグループデートがそもそも、うん、どうなんだっていうのもあって、でジップラインも別にさ、かっこいいとこ見せられたわけじゃない。でも、うん、プールでようやく2人は近づいたわけ、うん、何が引っかかったのまずもうジップラインの時点でね、うん、降りるまではよかったのよ、うん、降りた後に結構愛車さんが多分圭一さんにちょっと気を使うようなことを何個か言ってたけど、うん、それに対して一個も反応してないの、圭一さんが。もう本当に怖かったんだろうね。本当に怖かったと思うの、うん。でも、それは多分本当に愛知さんは多分聞いてた目に出てたのよ。なるほど、ね、ちょっと行動とかもなんかちょっと手がこんなに手汗みたいな感じで言ってたのに、うん、愛知は、あ、そうなんだぐらいの感覚だったのよ。わかる？これって、ここは逆なんじゃないのって本当多分愛知は思ってた、心の中で。わかる。なんか例えばだけどさ、竹下さんみたいなタイプは、うん、可愛いのが好きって言うじゃん、うん、愛知さんは違う。違う、うん、ちょっと多少はあなたから来なさいよって多分気持ちあったと思う。まあね、てかやっぱ海外はさ、うん、レディーファーストが染みついちゃってるから、うんうん、どんなに怖くても来てほしかったってことだね。そう、だけど愛車愛車的には精一杯配慮をして近寄ろうとしたけど私ここまで行くけどあなたもちょっとここまで来なさいよっていう、うんうん、多分彼女のラインがあって、まあ違和感もあったと。そう、うん、はあったんですよ。なるほどなるほど。もうその時点でね、はいはい。でその後、あの会話の中で圭一さんが愛車に対して、うん、みんなのもっと魅力的だしみたいなこと言わなかったっけ。なんか、いや、なんか多分まず褒め大会をしてる中で魅力的な女性がもっと他にもあるし、いっぱいいるしね、いっぱいいるしねみたいなこと言って言ってたね、言ってた、ね、そう。俺はあれ、僕が愛車さんだったらめっちゃ引く。ああ、やっぱ、うん、まあハーフ界隈的に言うと、言うと、やっぱり自分にだけ愛を伝えてほしいんだよね、うんうん。私たち2人のこの時にそれ言うって思う。ああ、確かに確かに、うん、だからもう多分それ、まあ、これ以上私別に行かなくてもいいかみたいなと思ったと思う。まあ、うん、思ってたとしても、うん、あそこで愛者さんに言うメリットはあんまなかったもんね。ない、うん、に対して言う言葉じゃないかなって思った。まあ、だからやっぱりその、まあ、ハーフでくくるわけじゃないけど、うん、少なくともレディーファーストでジェントルマンがリードするっていうのに多分慣れてらっしゃるからさ、うん、まあ、っていう中でいくと圭一さん の, その魅力っていうのは、うん、まあ、その割と対極にあるさ、うん、優しく可愛 い, 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 いみたいな世界だからね、うんうん、なるほどね。だから、まあ、そのまあ今回さ、まあ、結論だけ言うと愛車さんお別れしたけど、うん、まあやむなしだね。まあね、まあでも愛車さんもなんかかっこよかったじゃん最後、うんうんうん、なんかもう私にも、まあ、次頑張って見つけるみたいな、なんかポジティブな感じだったし、うん、そう、うん、なんかしかもそのただ私振られたわけじゃなくて、圭一さんにとって私じゃなかったし、私にとっても圭一さんじゃなかったってちゃんと言ってたのが、うん、なんか見ててこっちもなんかすがすがしい、すがすがしい感じがした。まあただ全視聴者が思ってた、うん、なんか、まあ、そうかなって感じはね、うん、あやっぱ出ちゃったかな、うん。まあでも今回あれですよ、まあその愛車さんのところもそうだけど、紫のねストールンローズ出ちゃうんだバチェラーでもと思って。そうね、いや俺まずちょっと一個、まあこれはまあ僕らバチェロレッテサイドはさ、うん、ストールンローズっていうのを、うん、まあ割と見慣れてるというか、うん、経験したことがあるからまあわかるんだけど、
まあ、男性がやる分にはまあ分からないでもないのよ、はい、なんか男気を見せるというかね、うん、ちょっと女性にやらせるのは結構酷やなって今回思っちゃった。そうなんだよね、まあ、それがこの5話の一番の見どころでもあり、一番苦しくてもどかしくて、なんかまあいわばちょっと悲しい時間でもあったなっていう、まあ、見応えはあったけどね、うん、あのキイチさんの気持ちも分かる。あれは多分、うん、あなたたちソウルノーズ使いなさいよじゃなくて、うんうん、あれは明確に多分僕も月田さんに向けて言ってたんだろうなっていうのは分かるのよ。そうだね、うん、その積極性をっていう一つのキーワードとか約束とか成長がさ、うん、だ、ね、そうだし多分あの大内さんもあそこで月田さんが来てたら応援したいって気持ちになれるから、うん、分かるの。でもあそこで竹下さんが来ることによって私より竹下さんを選ぶんだっていうその明確な理由がないから、わかる、まあ、そうね、うん、だっていっぱい時間も重ねてるし竹下さんは、うんうん、まあ、だって別にそんなことしなくても、うん、多分残る。でもツッキーと私だったら、うん、確かにまあ考え方はあるよねっていう、そう、なんかあのまあ確かに時間も過ごしてないし、そうだよね、行ってらっしゃいって多分気持ちになれるの大内さんだったら、うんうん、って思う。女の子の話し合いさ、うん、なんか男ってさ、うん、みんな自己主張するじゃん、うん、だああいう話あったじゃん僕らも、マッキーとか、まあ、僕はどっちかというと奪われる側だったからさ、うん、あのみんなが使うか使わないか、君もそうじゃん、うん、君とのマンツーマンにみんなが来るか来ないかだったから、うん、実際あの現場知らないけど、うん、放送だけ見るとだよ、いや俺絶対行くから、うん、なぜならばねみたいな、うん、バチバチがあったじゃん、うん、今回って何が苦しいって、あの話し合いにおいてさ、みんなが私も行きたい、行きたいけどいいのね、でみんながその空気作ってたわけ、うん、ツッキー今だよ、今自分の気持ちをここで表現するんだよって、なんかまあ余計なお世話かもしれないけど、うん、まあ鈴木ひかりさん含めてお膳立てする空気はあったよね。あったね。そうで、そこに対して、まあね、司会の皆さんも言ってたけど、やっぱツッキーがあそこで自分の意思を表明してみんなを納得させてたら、みんな多分もう大手を振るっていってらっしゃいって感じだったかもしれないけど、うん、そうだね、あのツッキーの出方っていうのはどう思う？でも気持ちわかる。人ってすぐに変われないから、あれがツッキーなのよ。でも多分みんなもそれ承知の上で、その一皮をむかせてあげようっていう気持ちで、あの空気感、あの場を作ってた。応援してたよね。応援してたっていうのもすごい伝わったんだよね。うん、でも僕一個だけ足りなかったなって思ったのは、それを言葉にしてツッキーに伝える人がいなかったと思う。うん、あの場に。うんうん、その空気感は多分ツッキーも感じてたのかもしれないし、もしかしたらね、僕はね、分かってなかったのかもしれないって思ってるのよ。うん、だから今みんながこうしてこう言ってるのは、本当にツッキーに一皮向けてほしくて、本当の思い私たちに伝えてほしくて、うん、もう一個強く出てほしいのってはっきり言葉でツッキーに言う人がそこに一人出てたら、うん、何か違った状況が生まれてたのかもしれないなと。まあね、でもその十二分に分かりやすく言おうとしてた感じはあるね。あるね。そのなんつうんだろう、うん、多分光さんは多分そういう感覚で、うん、あの場でああいう話題振りをしてたし、うん、それでも伝わらないから尾崎舞さんがなんだろう、結構ヒールになってもいいよって、そのヒールになっていいよの一個前に言わなきゃ分かんないよみたいな、うん、もう結構後押ししてたんだよね、うん、でもやっぱり終始あの場で、うん、なんだろうな、ツッキーももどかしかったし、うん、竹下さんも僕は見ててもどかしかったのが、うん、なんか全体が割とツッキーをやってる中、竹下さんは、まあ、当然自分の思いが強いから、うん、私はこういう理由でみたいな話してんだけど、なんか途中でさ、私は感謝をしたいみたいな、うん、前回のカクテルパーティーでみんなに迷惑かけちゃってみんなが応援してくれてたから、うん、私は感謝してると、うん、だから私は本当にすっごい行きたいけど感謝もあるからみんなと同じく応援したいの方に行くと思ったら、だから私が行くの、と思ってそれ違うくないっていう、そうね、うん、だからあの僕は竹下さんのリアクションもちょっといまいちなんか場を混乱させた感じもあるし、うん、そのツッキーもツッキーで見ててすごい苦しい時間だったね。そっか。でだからその言葉に対してツッキーも確かにそれも分かるかもって、そのツッキー最初ね、あどうぞどうぞって最初譲ったじゃん。譲った。あれってあのなんか作戦なのかなって思ってた。本当は強い人なのかなと思ったけど、一番最初でしょ。一番最初、分かる分かる。でもそうじゃなくて本当に自分言えないんだよね、うん、あの本当に。そうだ、ね、思ってることを。僕らみたいに何でもかんでも言える人が本当に普通ってわけじゃないから、うん、そう、うん、そう、ああいう人がいるのは。いやで俺今回それで思ったのがね、最初すげえもどかしかったの、うん、なんかツッキーと一皮むいたらいいじゃんって思ったの、うん、でもね俺見終わった時に
すっごい思ったことが、いや、ツッキーあのままでいいなと思っちゃった。思う。変わらないでほしい、うん。そう。なんか、みんなにお膳立てされて、なんかその、うん、長谷川さん、まあ、今回、まあ、ストールノーズである種覚悟を試すって、もう本人も言っちゃってるんで、そうなんだけど、うん、ツッキーを心から大切にしたい、ツッキーみたいな人を求めてる男性はいっぱいいると思った。うん、なんか、あえてあそこで、一皮むけて成長って僕ら、ね、なんか視聴者とか参加者のみんなは、まあ、ちょっとなんか、余計なお世話っぽいことするんだけど、うん、いいのよあれで全然いい、あのテンションで、だからあのツッキーのあの思慮深さとかあの遠慮がちでもぐーっと耐えてぐーっと信じて待つああいう女性が好きな人が世の中にたくさんいるからもういいなと思っちゃった。愛おしかったもん、抱きしめたかった。わかるわかる、なんか別にその愛おしいっていうか応援してって気持ちになっちゃった、うん、でも一方でもういいよ圭一じゃなくていいなって思っちゃった。なんかその圭一さんがどうこうじゃなくて、うん、そのやっぱツッキーのあの感じを欲する人はいっぱいいる。あの魅力はね、うん、あるよ。だし今言えてなかったわけじゃないから ね、ちゃんと言えてた、うん、ただ言葉に多分発するそう強さみたいなものがやっぱそうかな、ね、まあ、確かに短い旅の中でね、そのバチェラー側もやっぱり自分に対して本気度があるのかどうか当然知りたいし不安な要素だから、うん、まあ圭一さんの気持ちもすげえわかるんだけど、まあなんかこの旅で出会うべき2人じゃなかったんだろうなっていうのが少し惜しいなとは思うけど、まあこれもね一つのこの旅での答え、この旅でしか出せない答えなのかなと思ったし、うん、でもプールよかったじゃん。何あのシーン、あれ多分歴代バチェラー一番の名シーンだと思う。名シーンですよあれは。あれはぶっちぎりだね。うん、あんなグッと心つかまれるシーンはもう、うん、映画ですかって思っちゃったもん。そのまず尾崎さんが、まあ、ツッキーがもう花火見ながらもう一人でボロボロ泣いてて、うん、その横でヒール役としてね、うん、まあ、ある種あの場に少しこうヒール役でなんか、まあ、流れを作んなきゃいけなかった尾崎さんが責任を感じていて、で一番最初に飛び込んだじゃん、うん、尾崎さんがね、あれもよかった、うん、で毎毎もう最高よかったね、うん、であれを追いかけるようにすぐ光ちゃんが飛び込んで、うん、で西山さん飛び込んで、でおいでおいでっつってツッキーも本来ああいうことするタイプじゃないと思うんだよ、うん、でもなんか泣いた涙をこう涙じゃないってみんな思わせたかったのか、飛び込んでねびしょびしょになって、で最後ごめんねってもう花火の音をかき消されて聞こえなかったけど、うん、いいシーンじゃないの。最高よ、うん、それぞれの思いがね、そう、あの大内さんもいろんな思いあったと思うよ。そう、でもあの場では、うん、私が主役じゃなくて今はツッキーとかね、うん、尾崎さんのその感情を、うん、まあ、見届けようっていう感じで、あそこでさ、なんか他の西山さんとか鈴木さんとか、ね、うん、大内さんも考えることいっぱいあるし、うん、前もそうだと思うけど、やっぱこの時間ってのはツッキーのための時間だね。少なくても、うん、行けなかった苦さはあると思うけど、この時間大事にしようっていう、なんか人のなんか温かみみたいなものを感じたよね。感じた、うん、なんかそのバチェラーとは全然別でなんかこのガールズ物語はなんか一つ成立してたね、うん、素晴らしかった。あれは本当に良かった。だからもうなんかみんな圭一さん恋してるそのいやわかんないよ、してると思うんだけど、うんうん、それを吹っ飛ばすぐらい女性たちの、うん、なんか内なるその魅力みたいなのが別のところで出たなって感じだったね。そうだね、よかったわ。次よかった。最後あの藤森さんいいこと言ってたんだよ、うん、あそこでしゃがんであんなね、うん、そのみんなの前で、まあ言えばこのカメラの前で大きな声で泣けるぐらいだったら、もう少しだけね、もう少しだけ前に自分の感情を表現する場所があったとしたら、うん、違ったのかなってちょっとこう想像はかきたてられちゃったかな。そうだね、うん、なんかうん、でも俺は片寄せくんはチャンスの神様は前髪にしかないわ、3回聞いてもよく分かんなかった俺一発目聞いた時ふけーと思って、なんか俺すげーこと言ったよと思って聞くたんびにちょっとこれどういうことだみたいな。ああなるほどね片寄せくんが言うからすごいなんか最初グッと引かれたけど、ちょっとと一瞬分かんなくなっちゃった。そう、俺チャンスは前髪にしかないっていうのはなんか前髪の子が、うん、圭一さんをなんか救うシーンがあるのかなと精神的にと思った、うん、で最初その番組見たら月田さんが前髪あったから、あ、月ここでなんかすんだなと思ったの、うん、全然違った全然書けなかったそうだね、うん、まあということで、ね、まあでも考えたら分かるね。いやいや、ついに来ちゃいましたねここまでね、うん、
はい、まあ、今回はだからデート自体は少なかったけど、うん、なんつんだろうな、なんかデートじゃないところで人柄出たなって感じする。そうだね、本当だね。だからごめんなさい、でも多分ケイチさんが下手だよね。あれディス？ディスじゃなくて。どういうこと？下手っていうの？いやだからそのもう月田さんもめちゃくちゃ素敵だし、前前も素敵だし、みんな一番素敵だなって思えたシーンがケイチさんと一緒にいるシーンじゃない。見えないからね。うん。まあ、だからその本人もね後悔しないとは言ってるけど、うん、やっぱ帰った時にあ裏でこんなあったかいシーンあったんだなみたいなのは、うん、まあ、後悔じゃないけどなんかより参加してくれた女性への感謝は深まるんじゃないかな、うん、ね。だからもうちょっとローズ的に言うとパッション見せてほしいなって思う。せっかくメキシコにいるなら、うんうん、そうね。まあ、ケイツさん今のところやっぱり、うん、バチェロレッテのケイツさんあのどんどん紳士になっていくし、うん、どんどんオーラは出てくるんだけど、うん、なんつうんだろうな、そのいわゆる今回一つ成長をキーワードにしてるんだとすると、うん、もう一歩ね欲しい。男らしさというかグイッとみんなを引っ張る強さみたいなのは、あと嫌われてもいい強さっていうのを、うん、持っててもいいのかな。それ必要だね。そう、うん、まあでもう5人まで来ました、うん、はい、どうですか。ちょっと残りの5人は俺ここまでは割と順当なんですよ。うん、まあ、ツッキーがどうなるかは今回次第だったんだけど、まあツッキーがここで落ちたとなると、まあこの5人は結構納得で、どうです、頭抜けてる感覚で言うと次3人になるわけじゃん、トップ3予測どうでしょう、うん、僕はまあでも竹内さんあるよねきっとね。竹下さんね。竹下さん、ね。今、おじさんと混ざった。そういえば、あのシーンあるよね。尾崎真央さんって言ってた。尾崎真央さんって言ってた。あれはちょっとさ。お前、その時でさ、うん、女性の名前間違えるってとか言ったけど、自分でも間違えてるやん。俺が間違えてた。いやいや、それよくないよね。じゃあ、竹下さんと、あと2人。竹下さん、うん、真央さん。おぉ。まあ、ひかりちゃんかな。そうだよね。この3人かな。これすげえ難しい。俺本当にトップ3わかんない。やるも、いやわかんない俺だってけど、うん、西山さんか鈴木さんは、うん、どっちか落ちると思います。うん、なぜならば、はい、ケイチはバカじゃないのでっていうか結構繊細な方だと思うから感じてると思うけど、二人は自分に対して火は入ってない、火はついてない、うんうん、だから親に会いに行く段階でまだ火ついてない二人を連れて帰るのってやっぱりすごく不安だと思うんだよね。そうだね。だから二人ともすごい魅力的で本能的には惹かれてるかもしれないけど、そのうちどっちかは連れて帰ると思うんだよ。うん、で僕の予想では西山さん、鈴木さんは、いやー違うな。本当？いや鈴木さんはさすがに帰るな。だとすると西山さんお別れ？本当？でも大内さんは絶対まだなんかあるじゃん、ね、最後ああいうローズの受け取り方したから、うん、え、わかんない。大内さんもあるんだよな。そう、でも前々の巻き返しもあるんだよな。いや俺ぶっちゃけ言うよ、もうぶっちゃけ言うよ、わ、うん、かんないけどぶっちゃけ言うよ。教えて。大内さんがラストワンだと思ってる。おお、ぶっちゃけっていうのも今までストーリー的にあまりにも波がなさすぎて、うん、なんか最後に、まあ、なんかバチェラーってなんか結構どんねん返しあるんですよ、なんやかんやで、うん、で行くと大内さん上がってくんねん。で西山さん鈴木さんはケイチはすごい好きなんだけど、やっぱ最後って相手の愛がないと無理だから。まあそうだと思うよ、うん、片思いのままいけない。そう思うよ、うん、なんでちょっと待って、俺案外、うん、言っていい、竹下さんないわ。いや僕もちょっとそう思うんだよな。竹下さんない気はするのよ。鈴木ひかり、大内さん、うん、あトップ3の話、うん、うん、大内さん、西山さん、この3人ね。うん、まあちょっとやっぱ見ていかないと分かんないけど、僕だからマイマイがまだ深くないのよ一番。そうだね、この5人の中で言うとずっとバランスよく来てる。そう、なんかあのサポーティブだし、やっぱり大人だしね、上品だし、うん、でも確かにケイチとパチッとハマってないかもね、まだ、うん、深いデートっていうか。そうだから、デートしてアイシャパさんになるのか、ちゃんと深くなれるのか。いや竹下さんはやっぱ俺ないと思うんだよな、うん、
ない？まあ、このタイミングでローズもらっといてなんだけどね。かわいそうよもうでも最後に幸せにできるの一人だけだから。まあそうだと思うよ、はい、わかんない。でもわかんない。そうだね、僕的には光さんと大内さんと西山さんは前々だったら西山さんかな。うん、でも西山さんワンちゃん自体もありえるんだよな。スイッチ入りませんでしたっつって、で親に会わせるのはちょっと責任が負えませんみたいな感じでさらっと自体ありそうじゃないまあありえるけどね、それもそれで、うん、西山さんでも西山さんあれか、家族とそんなに仲良くないって言ってたから、あれか別にドライみたいな。うん、まあ合わせても別にいいけど、なるぐらい感じじゃない。いやでも僕はこの3人でいく。光さん、西山さん、大内さん。大内さん、わかりません。いや、わかんないな、はい。まあね、もう喋りだしたらキリないんだけど、はい、まあ、気になるね、第6話いきますか。いきましょう。おもろいね。おもろいね、やっぱ人の恋愛っていうのは面白いね。面白いわ。ありがとうございます、本当皆さん出ていただいて。はい、じゃあ次お会いしましょう。またね、バイバイ。